ハイヤ株式会社の平田です。取り下げの会社さんでですね、アニメーションを作ってほしいっていう会社、もう一個のお話なんですけど、こちらゲーム内に使われるアニメの制作をしてほしいっていう話です。で、キャラクターがですね、まあ、キャラクターの数だけアニメーションがあるって感じで、キャラクターがどんどん増えるんですけれども、キャラクターのこう髪の毛とかですね、まあ、ある一部だけが動くという感じになっています。で、7から11コマぐらいで、書いてほしいということで、今ちょっと予算のやり取りをいろんな会社さんとやられてるらしいんですけれども、話を聞いてみたいという方はお知らせいただければと思います。よろしくお願いします。